ったらですね、浦川の、この東町駅の駅前を出発しまして、次が日高幌別、日高幌別というですね駅になります。ご搭乗ありがとうございます。東町の駅前通りね、意外と広いんですよね。意外と広くて、駅前通りも一応完備されている、そういう素敵な駅でございました。外す場合は金具の片方を持ち上げてください。こっちっていうかな、まだこっち通ってないと思うんで、こっち行ってみます。いやしかしね、狭いですね。いやなんかね、あの途端のかあの塀がね、あの寂しい漁村っていう感じがします。配線と相まって独特の哀愁が漂っていますね。ここに踏切があります。遮断機は撤去されています。逆光が辛いですね。逆光が何が辛いかって、このカメラ逆光になるとね、真っ暗で何も見えなくなるんですよ。合成F34G だけじゃなくて、この合成F系列全部そうなのかもしれないですけど、最大の欠点ですね。でこの浦川東町のこのメインストリートを右折しまして、次の駅に向かっていきたいと思います。ここもね、セブンイレブンもあるし、まあまあ街ですね。浦川のもう一つの、あの市街地といった感じです。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日高エリアっていうのも本当なんかね、山と海に挟まれたっていう表現がぴったりのところですよね。結構険しい岩だとか、まあ、断崖絶壁が目立つ区間ですね。まあこれだけ自然環境の厳しいところを走っていればですね、まあ、高波が来たらさらわれますし、高波がなくともまあ地震がとっても多いところなんで、まあ、1ヶ月に1回以上の割合では地震が起こっているところなんで、まあちょっとね、自然には勝てないな日高本線っていう、そういう感じがします。国が本気で日高本線の維持に取り組んでいたんだったら治ったかもしれないですね。日高自動車道なんてすぐ治りましたからね。から先はまた日高本線もですね、海沿いを走っているようです。あら、こんなところに突き進む場所がある。で右側はこれずっとね、あの漁村がこの国道の下に続いているような、そういうようなですね、集落の作りになっています。でバス停の名前が東月様って書いてありましたね。札幌みたいですね。一番端っこの方になるとなかなかきついですね。泊まりだったらそんなにきつくないんでしょうけど、まあ、なかなかね、稚内と同じぐらい厳しさを感じる区間かもしれません。さらにね、この日高本線というか、この日高をですね大きくしているのがこの車の遅さですよね。日高っていうか、まあ、この日高本線ですかね、あの長いんですよ、想像以上に。広い北海道がこうやってますます広くなっちゃうわけですよ。パトカー追尾式取締エリアスピード注意。まあ、なのでね、うん、結構
すが本線を名乗るだけのことはあるなという感じがします。食事コーヒー白泉食堂これやってんのかな、白泉かな。目の前にですね、遠くに高い山がですね、そびえてるんですけども、あれが、日高山脈ですね、北海道の中央部をですね、中央から南にかけて、襟裳岬まで南北に貫く、険しい山脈です。もうすぐ進めばですね、幌別の市街地に入ってきます。この日高幌別という集落もそこそこの大きな集落でして、なんとセイコーマートがですね24時間営業です。都会だ、それもそのはず。ここはですね、襟裳方面に行く道路と帯広方面に向かう道路の交差点ですから。